お、切れそうかな。よいしょ。いや、これはね、楽しい。このように、こう押せば、パシャッと。こんばんは、すくまです。今回は私の長年の夢でありましたカメラカーが完成しましたので、その作り方をご紹介していこうと思います。カメラカーというと既製品も含めていろんな種類のものが出てるんですけれども、こういった小型カメラを使用して自作することで線路の状態とかに左右されずに綺麗な画質で録画することができます。今回の制作目標としては、とにかく簡単に作るということを目指してやっていこうと思います。本格的ではないんですけれども、実際作ってみるとかなり簡単にできるなという印象でしたので、これからカメラカー導入検討されている方はですね、ぜひ最後までご覧いただいてご参考にしていただければと思います。じゃん。ソニーのカメラ HDR-AZ1 というコンパクトカメラを買ってみました。これはですね、すごくちっちゃくて、縦が 3.5 センチぐらいで、横幅が一番長いところでも7センチちょっとぐらいですねのサイズなんですけれども、こちらを車両に乗せてですね、カメラカーに仕立てて走らせていきたいなと思います。で、これどの車両に乗せようかなと思ったんですけれども、ちょっとジャンクパーツを漁ってたらですね、こちらの、加藤の14系、多分オハ14かなだと思うんですけれども、の下周りが1個余ってましたので、これだいぶ前に買ったんですけどね、こいつをぶった切ってですね、ちょうどこの台車と台車の間にカメラが収まるぐらいの形で作れそうですんで、この座席とか一旦外してあげてですね、カメラカーに仕立てていこうかなと思います。分解が終わりました。で、この中で座席のパーツとこちらの金属のパーツは使いませんので取り外しておきます。で、この床下の黒いパーツですね、これを切り取って、で、この上に金属の板で新しく台枠を作ってあげようかなと思います。こういったプラ材とかを直線で切るときに便利なのが、こちらの職人がたきという、ブランドで出ているんですけれども、プラッツさんから出ているハイパーカットソーというものがあります。で、これは 0.1 ミリのものなんですけれども、こう出してみるとこんな感じで木製の柄に薄い刃がついております。で、これがですね、結構切れ味が良くて使いやすいんですよ。で、測ってみたところ、このちっちゃいポッチがあるんですけど、この右側でナイフで切るとですね、ちょうど良さそうなので、その位置で切断していこうと思います。刃を当てまして、ちょっとずつギコギコとやっていきます。まあ、とにかく直線を出すような意識を持ちながら、ちょっとずつちょっとずつ切り込みを入れていくと、そのうち自然に切れてくれますので。お、切れそうかな。あ、切れた。おー、すごい、スパッと切れましたね。断面が本当にスパッと切れるんですよね。すごく気持ちいいですよ。では反対側も切っていきます。はい、切れました。切り取りました。こちらの真ん中の部分を取り除いて、代わりにこの溶白板を曲げて設置していこうと思います。カメラの横幅ですね、この下の部分が64ミリで、で、高さの部分が7ミリ、足す、もう片方だが7ミリ、足す、この下の床板の部分が31ミリですんで、31ミリ足す31ミリ。なので140ミリ、ぴったし140ミリで、この溶白板を切り出せばいいということになります。筋を入れて、こうやってあげると、金属疲労でパキッと取れました。そうしましたら、所定の寸法でここに毛がきましたので、このブライヤーを使って曲げていこうと思います。よいしょ、ギュッと。で、今度反対側もグイッと。よいしょ。なかなかこう綺麗に曲げるのって難しいですね。定規を当てながらきっちり角を出してあげようと思います。ということで、片方曲げ終わりました。こんな感じです。で、これをもう片方にも施していきます。はい、両方曲げ終わりました。佐渡の床下みたいになってますけれども、これをこう先ほどのプラの方に貼り付けていきます。で、この上がちょっとデコボコしてますんで、ヤスリで削ってあげてから接着していきます。一応溶白板の方も食いつきを良くするためにヤスリを軽くかけておきます。
では先日もご紹介したこちらのアロンアルファで接着していこうと思います。よし、これで結構がっつりとつきました。ということで鉄板とプラが接着し終わりました。このまま台車をつけてしまうと、ここに本来終電板があるわけですけど、このように1枚板ですのでショートしてしまいます。ですのでこの終電の板をですね、切り取ってこの金属の板と接触しないようにしておきます。こんな感じで終電の板が切り取られております。最後にビスで台車を止めるんですけれども、その止めるための穴を開けてあげなければいけません。ですので 1.9 ミリのドリル刃でこの金属板に穴を開けていこうと思います。はい、これで2箇所とも穴が開きました。であとは台車をネジ止めしてあげて、はい、ということでついに不格好ではありますけれども、カメラカーが完成いたしました。先ほどこちらのモニターで確認してみたんですけれども、ちょっとこのカプラーの辺とかが映り込んでしまっていたので、この鉄板とカプラーの部分は少し切り取っておきました。カメラカーの裏を見てみるとこういう感じになってまして、マスキングテープが貼ってあります。でこのカメラカーなんですけど、路面電車みたいに超低床車両になっておりますので、この下の面がですね、仮に線路に設置してしまうと金属の板ですのでショートしてしまうんですよ。なので必ずこういう風に絶縁するようにしておくといいと思います。完成したカメラカーをレイアウトに置いてみました。これから試運転をしていくんですけれども、牽引させる機関車は先ほどちょっと後ろにちらっと映っていたトミックスの EF81 の充電です。で短期でもいいんですけれども、充電にすることでより低速でも安定した走行を実現することができます。まずはこちらのボタンを押して電源を入れてあります。運転中にモニタリングするためのモニターが付属しておりまして、こちらも下に電源ボタンがあります。ここを押してあげると、こう待機マークになって、今この本体と通信をしている状態ですね。でこのように前面展望がこの画面上に映し出されますので、走らせていくとここでモニタリングすることができます。で録画するときはこちらのモニター側で赤いボタンをポチッと押してあげると、こちらにも赤ランプが点灯して録画されていることが分かるようになっています。それでは動かしていきます。もし駅のホームですとか、それ構造物にカメラが干渉するようでしたら、マスキングテープを剥がしてカメラの位置を微調整してあげるといいと思います。いや、これはね、楽しい臨場感が半端ないですね。ちなみに先ほどこちらのモニターでモニタリングしてましたけれども、少し画面が小さいのでスマートフォンにですね、専用のアプリをダウンロードすることでこちら側で操作することも可能になっております。で1回設定してしまえばこういうふうにワンタッチで映せますので、このように全面展望がスマホでも楽しめるということになります。こんな感じで今ちょっと僕が映ってますけれどもここのスイッチを押すとですね、録画が開始されます。で録画停止して、で写真も撮れるんですよ。でここのモードボタンを押してあげて、でこっちの写真ボタンにしてあげると、このようにここを押せばパシャッと画像が撮れるということです。こんな感じですね。なんとなくですけど、こっちのちっちゃいモニターよりスマホで接続した方がスムーズに画面がカクつかずに見れるかなと思います。でかなり臨場感がこれで増すんじゃないかなと思います。これさっき録画ボタンで録画した映像なんですけれども、このままネット上に上げたりとかすることもできますので、非常に便利な機能なんじゃないかなと思います。と
ということで今回はソニーのウェアラブルカメラを使用したカメラカーの作成方法についてご紹介してまいりました。でカメラカーの自作っていうと結構難しいなというイメージを持たれる方も多いと思うんですけれども、実際にやってみると本当に簡単にできますので、ぜひ今回の動画を参考にしていただいて、全面展望の楽しみを皆様にも味わっていただければというふうに思います。今後もこういった模型ライフに役立つ情報をどんどんアップしていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。すすくまでした。失礼いたします。